日は2時に起床し1日をスタートさせましたそんな日のモーニングルーティーンとなってますそれではご覧くださいおはようございます今から朝ごはん食べて2時間後ぐらいにトレーニング開始します それではジムに向かいたいと思います今4時半なんですけどはい、外は当然のように真っ暗ですめちゃめちゃ寒いですそれではジム行ってきますこの日5時前に トレーニング、まあ、ジムに着いたんですけどいっつもいるおじいちゃんがいるんですよね何時に行けばこの人より早く行けるんだろうと思いながらはい次回はもっと早く行ってみようかなと思いますこの日は肩のトレーニングをやっていきました、まあ、僕肩のトレーニング胸もそうなんですけどプレス系に関して本当弱くってもうねベンチプレスも2年ぐらい前にやっと1 0 0 キロでで組めるよううになったったていう感じです今も本当ベンチプレスでいうと120120 120キロでも組めないぐらい弱いんでそれがね昔からコンプレックスでしたまあねしょうがないですねはい徐々に上がってきてはいるので、はい、これからも徐々に徐々に頑張っていきたいと思います、はい、ここから、まあ、本番セットやってるんですけど、まあ、このショルダープレスは5セットやりました12セット目は 同じ重さですね。で、ストレートセットで追い込んでいくって形になります。回数でいうと多分6回とかぐらいかな。はい。まあ、一応、重さを、えー、乗せるというところでやっています。はい。こんな感じですね。フォーム意識して、あまり足も開かないようになるべくしています。いやー、ほんとね。 本当筋トレはね、まあ、僕の場合はそうかもしれないですけど他の方もっと伸びてる方いると思うんですけど全然重量伸びていかないんでねそこに関しては楽しさは全然ないですねはいこれ3セット目ですもうねあのー、上げるときから <laughs> しんどそうなんですけど多分2発ぐらいなのかなできていやもうちょっといけそうですねこれ1 はい、2回でした <laughs>、はい、そしたらこのセットは、えっと、1 0キロプレートを外して4 5キロでドロップセットいきますはいなのでこう、まあ、しっかりとドロップであの重量を落としていくっていうよりも、まあ、2セット目もちょっと重い重さですねちょっと下げてドロップっていう感じですはいでちょっとしんどくなったらちょっと上で休んでっていう感じで追い込んでいきます へはい、4セット目は4 5キロで落とした重量から始めていきます、まあね、この辺はまあしっかりお扱える重量かなって思うんですけど、ね、回数は全然できてませんでしたねでここでガッツリ外します2 5キロプレートを外して2 0キロでやっていきます、まあね、これ上げようとしちゃえばどん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 回数できちゃうと思うんですけどこの2 0キロプレートでいかに そのね2 0キロを漏れなく対象期に負荷を乗せられるかっていうところが重要になってくるのでもう理想はこのフォームこの時のフォームであのま5 5キロとか上げれたらいいよねっていう感じですはいでここでまあ10秒から1 5秒ぐらい休んでですねレストポーズで追い込んでいきます、まあ、こんな感じで、えー、まあドロップセットだったりとかレストポーズを組み合わせて 追いい込むことが多いですね基本的には僕はあまりゴートレとか補助とかを入れずにここまでトレーニングをしてきているので一人でトレーニングするっていうことが主なんですけどこういう風な感じで追い込むことが多いですで2種目目サイドレーズですね今の、えー、フォームというか1セット目は8キロでフォームアップがてらにしっかりと20回から30回パンプさせてからあの徐々に重くしていくっていう形です2セット目は1 2キロ ででですすね追い込んでいくって形です、まあ、これもちょっと前腕とかがしんどくなったら1回ダンベルを下に下ろしてレストポーズって感じで全セット追い込んでいきます3セット目は1 6キロではいやっていきます大体、えー、そうですね15回ぐらいできる重さを設定していますでサイドレーズはですねこの日はまあ1種目しかやってないんですけど これを終わって、まあ、終盤の方に高重量のサイドレイズを入れる日もありますその時は、まあ、パワーグリップとかを使って3 4キロとか3 6キロとかで8回とか10回ぐらいですねを狙って、まあ、結構チーティングを使いながらやる時もありますで3種目目インクラインのワンハンドサイドレイズですねこれは結構僕自身好きでどんぐらいだろう2年ぐらい3年ぐらい前から あのやっている種目になりますこの種目もレストポーズで追い込んでいきます基本的にストレートセットで終わるっていうのはあんまりないかなと思います、まあ、もちろんあのなんだろうなベンチプレスとかスクワットデッドリフト系ベントオーバーとかもそうですけどあんまりそういう種目はレストポーズで追い込みませんけど、まあ、こんな感じでなんだろうなネチネチと追い込んでいくことが 多いです、はい、肩のトレーニングはね結構なんだろうな他の筋肉と違ってなんだろう痛みというか厚さのあるねあの特徴的なパンプ感というかあって僕はそれが結構好きなので肩トレは好きな方に入りますねで4種目目インクラインのフロントレイズ入っていきます でまあ、ここまでトントントンときてますけどだいたいインターバルはうん1分ぐらいですね分分から1分半でやることが多いですこれは他の部位もそうなんですけどプレス系に関してもそのぐらいのインターバルでやっていきます これはなだろうな昔からもインターバルは結構短めなんですけど結構多くの方がねあの増量期とか2分とか3分とかとって減量期に入るとね1分とかでやるっていう何か僕の中でイメージがあるんですけどそれだとどうしてもねあの絞れてこないんですよね。はいあのっていうのも減量期に入って急に1分とかするとそのインターバルの時間も共同ボリュームに含まれているのであのね心配 機能が戻らずに結果的にハーハーした状態でで筋肉も筋軸力もなかなか鍛えられていないので結果的に重量が下がったりとか回数バンバン下がっていくっていうのがあるので増量期でもまあ重量を上げに行くんですけどそこまで僕は2分とか3分スクワットとかだったら休むかもしれないんですけどはいあまり。 休まないっていうのを昔からやっていたらいつしか重量もそんなに落ちなくなってきたっていうのが感覚としてあります5種目目はリアを鍛えていきますこの日はペックフライを使って追い込んだんですけどこれ以外にダンベルで追い込むことが多いですリアの場合は今のペックみたいにちょっと種目というかフォームを変えて追い込んだりとかダンベルの場合も少し、あのー、違う種目を連続でやってなんだろう コンンパウンドセットみたいな感じで追い込むことが多いですこの日は、まあ、肩のトレーニングと三頭筋を鍛えました、まあ、三頭筋の1種目目プレス系ですね僕の苦手なプレス系ですはいなかなかねこの種目もあまり重たい重さが持てずにやっているんですけど重量はある程度目指すようにしていますでですねまあ三頭筋、えー、内側外側ってありますけどこれは外側を狙ってやって いますバーベルの重さをあの全体で手のひら全体であの扱うっていうよりはちょっと小指側にですね重心を置いて常にそこにそこに重心を置いて動作をするように心がけていますそこからこう外に開いていくイメージですね肘は外でに開いてでこれもまっすぐ押すっていうよりは手のひらをちょっと 手を外側にこう開いていきながら押すようなイメージではい車のワイパーのような感じで僕はイメージしてやっています三頭筋がねもっとこうゴツゴツして成長してくるともう見栄えも全然違ってくるのではいそういったね三頭筋ま腕を手に入れたいなと思ってやってます今は4 7ンチぐらいですかねサイズで言うと目指してるんですけど うーんなかなかね、ここ2年ぐらい、あまり伸びてないなーって思うので、ちょっと考えてね、しっかりと追い込んで、まあ、見た目以上のゴツゴツ感、まあ、サイズ感がね、手に入るような腕を目指していきます。で2種目目はフレンチプレス、しっかりとこうストレッチポジションを意識して動作していきます。まあ、この種目も重量を追っていきたいんですけど、僕もそうですけど、こう重量をね、 追っていくととフォームが崩れたりとかそういったねバランスが非常にこう筋トレは難しいんですけどうーんそうですねまあねそういったバランスを考えながら追い込んでいくのもトレーニングの醍醐味かなと思いますそうそうう最近僕は自分のトレーニングうわー下手だなって改めてもうねなんかめちゃめちゃ感じるようになってそこを修正してったら今はもういろんな種目がもう1 0キロとかもうほんとね 1 5キロ2 0キロぐらいの単位で重量がどんどん落ちています。まあ、落ちているというか落としていて、今は意識を変えてやっています。はい、以前はスクワットも僕、ハーフスクワットで2 1 0キロとか2 2 0キロでやっていた時期もあるんですけど、今はね、フルボトムで、まあ、フルスクワットで1 5 0キロとか6 0キロで組んでいるので、それに関しては6 0キロぐらい落としてますね。まあ、それでも足は太くなっているので、 はいまあ、そういうことかなと思いますそれでは三頭筋のラスト種目が終わったのでトレーニング終了ですはいトレーニング終わりました肩トレと三頭終わりました帰ってますまだ7時ですけどいやーもう最高のスタートが切れました今から帰って、まあ、奥さんと娘は起きていると思うので一緒にご飯食べてそこから 娘を保育園に送り届けて仕事スタートって感じそんな一日です世の中のパパさん達はそうだと思うんですけど子供ができてからのトレーニング時間ですごくね確保がめちゃめちゃ難しいっすよね、まあ、そんな中でね頑張っていると思うので僕も頑張ります ふう。これいらないのご飯。いる。でもさ、ヨーグルトあるよ。どうするこれも食べるの?。食べるの、うん、はい。お、ちょ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 ちもういいの?。もういらない?。いらない?。はーい。 を保育園にに送りに行っていますちょっとねトレーニングのあと朝ごはんを家で食べるつもりだったんですけど食べれなかったのでお弁当を作りました、はい、朝はねちょっとバタバタしがちですけど今日はねしっかり、まあ、2時に起きてトレーニング行ってっていうね朝を迎えられているのでここから最高な一日にしていきますそれではまた動画見てくださいありがとうございましたバイバイ